ナショナルインドアアリーナです。こちら韓国のチョ・インチョル、そしてオランダのアレンスの3位決定戦を目指した敗者復活最終戦です。日本からはこの81キロのクラスに友内雅彦22歳の大学4年生が出場しましたが、残念ながら初戦で敗退、アゼルバイジャンのアジザフに敗れました。その後アジゾフも敗れてしまったため敗者復活戦にも回ることができませんでした。韓国のチョとオランダのアレンスの敗者復活の最終戦です。30秒が過ぎたところで今チョの方に指導が来たんですね。そうですね、チョだけに来ましたね。だけに来ました、ね、はい。まず最初の1分はチョに指導、まあ、チョ・インチョルといいますと日本選手と数多くの試合でですね非常に熱戦を繰り広げてきた名選手ですが、今回は敗者復活の方に回ってしまいました。今回もですねあまり調子良くないですね。いつもあのポイントを先行されてもう最後の最後にですねやっと追い上げて逆転がしてきてるんですね。今度は両者にコーションが来ましてチョの方は注意になってしまいました。アトランタオリンピックでは古賀稔彦と戦いました。準決勝で、まあ、負けてしまいましたが、まあ、その後数々の国際戦で国際試合で優勝したり、まあ、日本選手と本当にいい勝負をしてきたんですが、どうでしょう、まだ若いんですけれどもね、ちょっとですね動きがですね、今まで力強いですねいい技をかけてたんですけど、今回はなんかフラフラしたところがありますね。この81キロ級は友内が、まあ、初戦で敗れて敗者復活にも回れなかったために、大会2日目で日本選手団としては初めてベスト8以上に選手を送り込めなかったというクラスになってしまいました。そういった意味では上村さん、アジアの選手に頑張ってもらってですね、そうですね、オリンピック出場権を取ってもらうと日本としては逆に楽になると。来年の5月にですね大阪でアジア選手権をやるんです、はい、それがオリンピック のアジア地区の最終選考会になります、はい、アジアの選手たちがこの大会でたくさん取ればその枠は自然と増えてくるんですね。そういうことになりますね、8人の選手をパッと見ますと、この韓国のチョとそして北朝鮮のクアクと2人のアジアが入りましたんでね。そうですね、あとどこかウズベキスタンも入りましたね。ウズベキも準決勝残ってますからね、3人アジアからも代表権を取っていることになります、はい、その他にあと5カ国ですからね、8カ国ぐらいアジアから出ることになります。さあチョとアレンスの試合は両者の反則ポイントがそれぞれ加えられて、しかし、投げは背負い投げ、横倒しは有効、これで逆転です。こういうとこはしぶといですよね、今右と見せかけて左の背負い投げですからね、はい、長身のチョですがこの背負い投げあるいはこう接近戦での裏投げ、非常に強烈な技をいっぱい持っています。日本の滝本などとね試合しますと本当にスリリングな ね試合をしたことがあります。組手が厳しいですからね、本来ですとねこの優勝戦に絡んでくる選手なんですね、はい、ただ今回は少し元気がないですね。確かに前回のパリでは大活躍した韓国勢だったんですが、まあ、今のところ1日目2日目と終わったところまで、まあ、アジアのライバル日本の方がかなり上を行く。セセキさん吸い込み腰有効です。また有効両、しかし副審2人が取り消し、今
今のは腹ばいにをしてますからね、あれが横倒しですと有効ぐらいになるんですけどね、かなり何かこう見ましても息が上がった表情を見せています。スタミナはいつもねものすごいものがあるんですよね。そうですね、もう韓国勢といったら組手とスタミナはすごいものを持ってるんですけどね、はい、今回よくこういうケースが見受けられますね。また背負い投げ、左の一本背負い、多彩な技とスタミナとそしてスピードも持っているチョですが、このバーミンガムの世界柔道では苦戦、これに勝ってようやく3位決定戦進出です。試合時間1分30秒を切っています。またちょっと腰が引けてきました。アレンスの体落としは全く今難なくしのぎましたが、ただこのように受けてますとね、はい、もう注意を取られてますからね、次来るのはもう警告なんですね。そうするとまた逆転になってしまいます。もうよっぽどねよく考えとかないと危ないですよ。 KOR 韓国のところに11、 NED、オランダのところに10とありますが、それぞれのポイント有効ポイントが10の位です。技の上では押しに押している韓国のチョなんですが、ポイントはまだわずかな差です。小内刈り、また体落としに行きます。残り30秒でピタリと時計が止まっています。へばってきましたね。そうですね、まあ、5分間なんですけどね、もう力いっぱい戦いますからね、はい、もうそのもし配分をですね間違うと大変なことになってしまうんですね。ラスト30秒でもうバテバテになってくるんですね、はい、よく外国選手の中で最初は力強い柔道をしていたのに最後は何もできなくなる選手がいますよね。そうですね、もう2分3分過ぎますともうかなりへばってくる選手がいますからね。さあチョが最後の追い込み、襟を持っての内股、そして逆の背負い、これはこういうのは危ないんですよ、はい、駆け逃げがきますよ下手すると。どうでしょうか、もう一発でこの逆転してしまいますからね。残り10秒のところです。駆け逃げというのは技をかけたふりをして時間を稼ぐ、それを防ぐための反則です。どうでしょう、足りませんでしたね。取りませんでした。ポイントリードチョ、もう時間はわずかです。さあすくい投げを狙っているが、アレンスのすくい投げはダメ。残り1秒です。もうオランダのコーチが今度は場外注意じゃないかというふうにアピールしましたが、ここで試合終了。韓国のチョ・インチョルが3位決定戦に進出を決めています。そしてもう一方のゾーンからは北朝鮮のクワクが3位決定戦に進出を決めています。男子の81キロ級、韓国のチョ・インチョルのものすごい、これはあのポイントにならなかった技ですね。そうですね、袖釣り込み腰ですね、はい。本当にこういろいろなところから技を出してきます。力はありますよね。ありますね、まあ、当然シドニーオリンピックに照準を合わせてまた調整をしてくるであろう強豪チョ・インチョル、敗者復活の最終試合のその技です。